それでは、オープンソースカンファレンス2022が名古屋のライトニングトークを始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。発表は、はじめ近藤さんですかね。はい。はい。譜面共有の方お願いいたします。見えオッてケーでしょうます。か。出てます。はい。見えてます。で、近藤さんのタイミングでお願いいたします。はい、じゃあ始めさせていただきます。現地取材の重要性ということで発表させていただきます。まあ、ちょっと本当はこんな感じでやりたかったんですけどっていう話ですね。予告です。来月、OSC 北海道やるんですけど、湾岸で出ます。昨日、プログラム発表になりましたんで、公開になりました。実はもうサムネイルが先にできてるという不思議なことになってますんで。で、本当はですね、名古屋、北海道ってやる予定だったんだけど、やろうとしてたストーリーっていうのが非常に難解で、ちょっと伸ばした方がいいなっていうのが、スケジュールを聞き直した理由の一つであります。多分オンラインホールあたりでやろうかと思うんで、よろしくお願いします。で、自分のセミナーで何を大切にしてるかっていうと、やっぱり現地取材かなと思います。去年の福岡だとか広島とか、現地取材があったからできてるっていう話ですね。で、あとは、やっぱり現地で、オフラインで会いたいっていうのはあると思うんですけれども、それよりも先にですね、先立って現地訪問するっていうのがいいと思います。こんな感じでですね、湾岸にも似たようなセリフはありますんで、先に訪問して、それで、現地の雰囲気を取り入れるっていうのが非常に有効なんじゃないかなと思います。最新情報っていうのは非常に有効でして、去年の福岡でもですね、築城基地の撮影ポイントが1個消えたっていう、非常に有用な、話題を提供できたと思います。取材を欠かすとですね、結構事故が起こるっていうことがありましてですね、同じ日に行われた別のセミナーなんですけども、ちょっと当日違和感感じつつですね、やっぱりビデオ見てると違和感があると。九州6県って言っちゃってるんですけど、九州は7県ありますんでっていうことで、事故っていうわけですけど、そういうのもありますっていうか、そういう事例もありましたと。で、あとソロで行くっていうことに関しては、もう一つポイントがありまして、現地で使える時間は全部自分のために使えるということがポイントかなと思います。今日は名古屋に来てるんですけど、次回以降のために投資するっていうことは重要です。現地来てるんで、エノバブの方に顔を出させていただいたり、ちょっと花火の撮影に行ってきます。すみませんです。で、湾岸についてどう使うのかというと、連休使ってもう一回首都高を走ってきましたと。去年は車載動画ができなかったんで、頑張ってやってみましたと。予算をかけずに余った iPhone を使って、なんとかやってみると。こんな感じで本牧から入って大国に行くと。で、そんな感じですかね。で、大国で撮影セットアップして、横羽線経由して、入っていくという感じになります。実際、横浜から東京ってものすごく遠いんだなっていうのは、地図見れば分かります。で、こんな感じで、撮影、動画を切り出して、こういうことバンバンできますし、ここから内回り一周と。面白いところもちゃんと記録として残ります。で、内回り一周する中で、いろんなものが見えますと。で、浜崎橋からレインボーブリッジ抜けて、湾岸に入って、辰巳でもう一回セットアップと。で、オイマーン今回使ってみたんですけれども、ちょっとセッティングが良くなかったですね。で、外回りでもですね、やったんですけど、レンズは変えたんですけど、やっぱりセッティングは良くないんで、ちょっとやり直さなあかんなっていう感じで。で、翌日、もう一回走ってみたんですけれども、ヘッドレスト抜いて、そこにストラップ引っ掛けて固定するってことをやりました。そうするとですね、非常にいい位置に映ってるということになりましたので、非常に有効だっていうことで。で、それで、こんな感じで動画っていうのが一通りできましたんで、ちょっとですね、つまみ食いだけで。
な感じになります。まあ、ちょっとあれ、質を高めるっていうのは、これからもあれやんなきゃいけないんですけれども、まあ、どういうんですかね、ちょっとあれ、手をつけるっていうのが非常に大切で、まあ、iPhone のこういうのっていうのは非常に重要ですよっていう話です。で、まあ、そうなんですけれども、あれ動画っていうのをまた帰ってきてから何かやろうと思います。懇親会休みます。すいません。ありがとうございます。以上です。近藤さん、ありがとうございました。花火大会いいですね。高い金出してるんで。そうですね、行きたいですよね、やっぱり。やっぱ現地取材大事ですね。臨場感もちょっと違いますね。ありがとうございました。それじゃあ次が吉本さんですかね。はい。それ画面共有の方お願いいたします。よいしょ。見えてますで、近藤さんのスポットライト削除したらいなくなるんですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。それじゃあ、吉本さん、お願いいたします。あれ、ミュートなってますよ。あれ、あ、もしもし。あ、はい、もしもし。あ、入ってますか。はい、おかしい。今入ってます。今、あ、大丈夫でしょうか。はい、見えてます。じゃあ、再度お願いいたします。あ、では、じゃあ始めます。VRCLT 用のハードウェアについてということで、まず自分は、まあ、普通に今、沖縄にいて、サバ缶とかやってます。で、本日の内容なんですが、前回の会津 VRC チャット上での開催だったんですけれども、これでのハードウェアちょっと低コストでやってみようかということで、なんです。まあ、実際はちょっと、グラボ買う必要があって、さらにこれをヘッドセットっていうのがちょっとってなったんで、まあ、ちょっと低コストでっていう感じで考えてやってみました。で、当日はどんな感じだったかっていうと、まあ、スマホの VR と、まあ、USB のゲームコントローラーと、で、まあ、ハードは普通に PC で。で、グラフィックは、まあ、CPU はあんま関係ない、グラフィックの方が GTX 1650でした。で、ヘッドセットの方が IVRY ってやつです。これのアプリ入れたスマホを、ヘッドセットに装着して、使う感じになってます。スマホがセンスライト、アクオスのセンスシリーズの最初のやつで、まあ、スナドロ430って結構低性能なんですけれども、もう大きさも、性能も特に問題はありませんでした。ほとんどはグラボが処理してくれるようです。ただ結構熱くなります、スマホの方は。で、ちょっとどうなのかなっていう感じですね。で、問題は、まあ、ヘッドセットの方なんですが、問題はコントローラーの方でして、これを代用するっていうのが結構難しいようですね。で、コントローラーは、まあ、USB の接続のゲームコントローラーを使って、ものの操作はマウスとかそういったのを使ってやりました。で、最初はウェブカメラ使ったフルトラッキングとかそういうのような感じのやつをでできないかなってやったんですけれども、あんまりちょっとうまく動いてくれなかったのと、結局なんか先ほどの、コントローラーが必要っていうのがありました。VR ヘッドセットを一緒に使うのがこれ前提になってる。あとグラボ結構音うるさくなります。結構負荷があるようです。
なので、ちょっと寿命も縮めるかなっていう感じですね。やっぱり、ヘッドセット部は、まとめとしては、ヘッドセット部は結構代用は容易ではあるんですけど、やっぱりコントローラーどうしようかっていうところがあります。なんか代用する方法があるのか、もしくはもう自分で作るしかないのかっていうところですね。やっぱり、上半身だけでもトラッキングして得た方が見栄えはいいですね。というより逆に、LT やるなら上半身だけでし、であれば十分ではないかなということで考えています。で、そんな感じですね。ちょっと、短いですが、こんな感じでした。はい、下田さんありがとうございました。ディスプレイのとこは簡単に代用聞くんですね。そうですね、結構これについては代用聞きますね。スマホもそんなに性能いいやつはいらないようなんで、はい、ただやっぱりグラボがそれなりに性能がいるっていうところですね。そうですね、Steam VR 側で、はいはいはい、結構性能が必要ということでありますね。あと今から環境を作ると大変ですよね。そうですね、やはりノート PC とかでは結構厳しかったりする場合もあるようですね。それだとやっぱりデスクトップあんまり最近持ってる方少ないではあるんで。ああ、そう、ね。そこがちょっと気になるところではありますね。ああ、なるほど。島田さん、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。じゃあ。一応予定されていたのは宮原さんで最後ですかね。はい、自分で準備するという感じで、はい、そして画面共有を、はい、ポチッと見えてますかね。はい、見えてます。では宮原さんお願いいたします。はい、こんにちは、宮原です。ですね、1月の OSC 大阪の時にですね、この話をしたら意外と、好評で、春はちょっとスキップしたんですけども、今さら聞けない人のためのアウトドア超入門ということでですね、キャンプギア紹介マシマシ版なんですが、どう考えても5分では全く話ができないので、頭出しだけして詳しい話を聞きたい人は、また後ほど交流会で聞いてください。で、エンジニアも外に出ようと、物理的な意味でと。やっぱりオンラインで、なかなかこう、リモートワークで外に出れないというのもありますんでですね、空前のアウトドアブームでございますが、ブームはだいたいそろそろ終わりを見せようとしてますので、まあ今から準備してちょうどいい感じかなと。今年の夏が終われば多分アウトドアブーム終わると思います。で、まあいろいろあると思うんですよね。日帰りでバーベキューとか、キャンプ場に泊まったりとか、あとおうちキャンプですかね。はい。いう感じで。まあ、あんまり深く考えてですね、行けそうな場所を見つけていっていただければと思います。予備知識はとりあえずゆるキャンを読んでください。ですね。で、僕は個人的にそのうち OSC やりたいと。まあ、大体もうオチ分かったと思うんですけど、オープンソースキャンプですね。やりたいなと思ってますんで、秋ぐらいにやれたらちょっといいなと思ってます。で、場所探しなんですけど、これ意外と皆さん知らなかったんですけど、NAP っていうですね、検索の、サービスがあるんですけど、これなかなか面白くてですね、ちゃんと Google マップにマッピングされてて、どこにキャンプ場があるのかとか、でそこからオンライン予約とかに、つながってたりとかですね、いう感じになってて、情報サイトとしてもよくできてて面白いなと。あと、まあ、Google マップでキャンプ場って検索するとか、自分の身近の行政のウェブサイトとかに公営施設の情報が、載ってたりします。あと、まあ雑誌とかムックとか、このブームのおかげでいっぱい出てますから、そういったものを見てもらったりしてですね。はい。で、道具揃えですけど、まあ、とりあえず最低限欲しいものということで、テーブルと椅子と、あとガスコンロとかバーナーですね。はい。いう感じです。ちょっと細かいところ後で資料アップするんで読んでください。僕はこんな感じのですね、5000円もしないようなメッシュテーブルと、ゆるキャンでも紹介されたこんな感じのちっこい、ちょっと写真だとスケール感ないんですけど、本当に、
A3 サイズぐらい、15インチのノート PC ぐらいのサイズと思ったらいいですかね、いう感じのと、はい。あと、なんか50歳の誕生日プレゼントに、もらったこちらのちょっといい感じの、折りたたみチェアとかですね、いう感じで、もう車に積みっぱになってるんですけど、はい、使ってて、あとガスコンロはですね、家で使ってるガスコンロ調べたらもう20年も使ってて、本当は10年ぐらいで買い替えないといけないんですけども、あ、これはあかんということで、風に強いやつ。これも6000円ぐらいだったな。そんな高くないです。ただ、この火がね、つくところの周りにこう風防が二重についてて、かつ多孔式でですね、火がいっぱいつくので、多少消えてもまた復活するみたいな、いい感じで風が多少強くてもいけます。はい。あと、シングルバーナーですね。OSC でもすごくスタッフ等々やってくれたゴーコさんが、昨年亡くなられたんですけども、よく一緒にキャンプ、しようねなんて話をしていた矢先の話だったんで、ちょっとショックだったんですけども、弟さんにお願いして、形見として譲っていただいてですね。まあこれ今毎回使ってるんですけど、使いながら、ゴーコさんのことを思い出すみたいな感じでやってます。ですね。はい。あとは、まあ、メスティンとかいろいろあります。こういうの。これも、2000円もしないですね。で、お家でご飯炊いたりしても結構楽しいです。はい。あと、こういう、こう、なんか、調理鍋、夜間セットみたいなやつとかですね。この、チタンでできている、食器とかですね。あとは、こういう折りたたみで A4 サイズになる焚き火台とかありますんで、こういったのを、ギアを、揃えていくのもちょっと楽しい。あと、まあ、いろいろですね。揃える必要あるんですけど、焚き火楽しいです。やっぱり、週末ですね、河原に行って焚き火してるんですけども、ビールは飲まないです。こういう感じでですね、冷やすための、金属バケツがセットで、3000円もしないで、買えたりするので、こういうので、揃えたりとか。あと、まあ、テントするならですね、いい感じのやつ、こんな感じのとかね。寝袋とか揃えていただくといいかなと思います。あとなんか、ちょっと、日帰りだったらこういうタープとか貼ってですね、で、バッグに入れてですね、担いで行っていただけたらいいかなと思います。というわけで、いろいろやってますんで、もし興味ある人は、ご相談ください。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、やっぱ聞いてると買い揃えてしたくなりますね。おなんか初めの一歩を踏み出すか。ね。ですね。はい。なので、身近にやってる人がいれば、ちょっと連れてってってお願いして、はい、連れてってもらって、大体そういう人は、私と同じく、はい、いや、このギアはね、みたいな感じで、こう、必ず語り始めるので。そのあたりをこう話半分に聞いといて、次に買いに行く機会とかを作るのであれば、じゃあちょっと買い行きましょうとか言って、こうお買い物一緒に行ったり してですね、まあ、テーブルと椅子ですね、あとはさっき言ったようなガスバーナーとか一個一個そんな高くないんで、ね、そうですね、でお家で使ったって構いませんから、楽しんでいければいいんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。で、松沢さんがきっと喋ってくれるはず。ね、はい。じゃあ、飛び込み LT をしたいと思います。ちょうどホストつけます。はい。じゃあ、ちょっと。つけました。ちょっとブラウザの画面で知ってって感じですけど。はい、見えてます。はい。じゃあ、ちょっと待ってね。これ。じゃあ、とりあえずスタートしてください。お願いします。はい、とりあえずさっき宮原さんが言っていた、テーブルですね。はい。これと、あと、夜間ですね。を今日買ってきました。はい。じゃあ、そんなわけで、来月ソロキャンデビューします。松沢です。よろしくお願いします。今日はオープンレイヤーズ EXT タイプスプリットデクリエレーションっていうものの開発という話をちょっとさせていただきます。まあ、こんな感じの自己紹介です。とりあえず、こう、最近のお気に入りは審査マスクというアーティストです。このアーティストはすごい面白いので、ぜひみんな聞いてください。かなりうるさいので気をつけてください。はい。
タイプスクリプトデクリエーションとは何かというと、既存のタイプスクリプトのライブラリに追加で型情報などを付与する仕組みと言います。で、よく yarn install-dev のアットマークタイプスホゲホゲみたいな感じで追加するっていう感じです。で、型情報があると、コンパイル時のエラーなどが事前に検出できるので、プログラムの安全性が増すという利点があります。はい。で、今回、紹介する、Open Layers EXT という、エクステンションなんですけど、まあ、この、Open Layers という地図のライブラリーにいろんな機能を追加するプラグインです。で、ちょっとその画面をお見せします。まあ、こんな感じで、例えば、いろんなアイコンですとか、そういったものとか、こういった感じで、こう、色を入れ替えたりとか、アイコン変えたりとか、まあ、あとは、なんかね、よくわからないね、こう、エクステンションがいっぱいありすぎて、こう、ものすごい数のエクステンションがあるんですけど、まあ、例えば、こういう、色をこう、ちょっとこう、フィルターするようなやつとか、そういったエクステンションとか、こういったものがあります。で、これの、まあ、ちょっとこれは仕事上では、でも、フォントアイコンっていうのは使いたいんですけど、まあ、これが、Open Layers の EXT のタイプスクリプトの定義をするための、デクリエーションがあったんですけど、Open Layers のバージョン 5. 点いくつまで、6.5 点いくつまでしか対応してませんでした。で、Open Layers のその当時、この記事を書いた時の最新の 6.14.1 に対応されてないというのがありました。あと、Types OL という、パッケージに依存してたんですけど、Open Layers 自身が TypeScript Declaration を提供してるってので、これはちょっと不要だということで、とりあえず回収してみたという話ですと。で、とりあえず、全部 TypeScript EL の依存性を削除して、Open Layers の没デクリエーションを利用して、この段階で500件以上のエラーが出ますと。で、全部の、イベントの型を全部回収して、エグザンプルの中身を回収していきますと。いう形で、これ4月の9日段階で、こんな感じで、おー、ナイスナイスとかって言われてたんですが、まあ、結果としまして、まあ、すべてこの、プルリクエストが、まあ、だいたい2ヶ月ぐらいかけて作ったのかな。それが、無事マージされましたという話です。ということで、まあ、ちょっとこれを使うことによって、まあ、タイプスクリプトの型安全性とかが増しますよとかっていうのが、今恩恵を受けられるという形になってるんですが、また、オープンレイヤーズの EXT というエクステンション自身がバージョンアップしたために作者の人が今一生懸命プルリクエストを感じるという、そういう最中ですと。なので、この作業はいつまで続くのかなとかって思いながら、まあ、やっていますので、まあ、こういった、エクステンションのさらにエクステンションみたいなものを開発するっていうのも OSS では重要ですので、ぜひ皆さん、腕に覚えがある方はトライしてみてください。以上です。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。何にも分からなかった。すいません。ちょっとタイプスクリプトを使っている人じゃないと分からない話ではあるので、はい、ちょっとマニアックではあったんですけど、とりあえず、まあ、4月にイベントで報告した後に進捗があったということで報告させていただきました。はい、ありがとうございました。これで使用終わりなんですかね。飛び込み。もういないかな。もういなければ一旦 LT は終了でいいかと思います。僕いいですか。そんな大したこと話せないんですけど。お、いいよいいよ。ですか。はい。ぜひ。ちょっと共有をします。これで以上かな。これも見えてます。見えてます。はい。
じゃあ、始めさせていただきます。はい、染谷英二と申します。ボランティアスタッフで今日一日いました。で、オープンスタックをオープン数字で構築してみるってことで、ちょっと話させていただきます。あれ違う。あ、で、自己紹介です。で、名前染谷英二です。で、今24歳で出身鹿児島です。で、社会人が最近で3年目になりました。趣味で自作 PC とか、バイクでツーリング行ったりとか、ラーメン食べたりが好きです。はい。で、最近買ったものが、デルの32インチの 4K モニター買ったんですけど、出荷遅延で、全然届かないです。最近納期が1ヶ月延ばされました。はい。で、でまあ、自分の自宅の環境ですけど、Windows 10のメイン PC が1台と、今話してる MacBook Pro 13インチ2017年モデルが1台と、あとちょっと大きいパソコンが1台家にあります。はい。で、なんでオープンスタック構築しようと思ったかというと、名前はなんかよく聞くけど、どんなものか全然わからないよ。で、よくわかんないなら、まあ、とりあえず構築してみればなんかわかるんじゃないかなと思って構築してみようと思いました。はい。で、まず1回目。ですけど1回目環境構築でオープンスタックのバージョンヨガを使ってみたんですけどなんかうまくいかなくて1個下のバージョンに下げました。でホスト OS Ubuntu で立ててました。で台数がコントローラーとコンピューターオブジェクトかブロッカーを1台ずつで3台で構築していました。はい。で構築結果はあるサイトを参考にして構築進めたんですけど、なんか Python の基質のバグ踏んで解決方法が分かんなかったので、バージョン1個落としました。で、1個バージョン落としたらなんとなく出来上がったんですけど、インスタンス作ってもなんか起動できなかったり、通信取れなかったりとかで、なんかどこが悪いか全然分かんなくて、で結局なんとなく作ったんでトラッシュができないと。で、最終的に構築し直そうと思って1回環境破壊しました。はい。で、2回目の環境構築が、ジェナ、なんて読むんだろう。の、1個、ヨガの1個下のバージョンで作ろうと思って、でホスト OS がオープンスーゼのリープって読むのかなの 15.、あ、X3 になってるな。15.3 で構築をしてます。で、台数が5台で、オープンスタックドックス通りの構成で作ってます。で、ネットワーク構成は2つ。管理用と通信、各ノードで通信取るよう、あれだったかな。で、ネットワーク2つ作ってます。で、構築結果ですけど、まだちょっとできてないです。で、今何やってるかというと、なんとなく作らないために、ちょっと仕様から理解しようかなと思っています。で、それで仕様書と、なんか構築手順書っぽいものを OpenStack Docs からコピペをして自分で作ってます。で、今仕様、書っぽいものはなんとなくできて、構築手順書っぽいものは、まだ事前準備のとこを作成しているような段階です。で、今の時点で大事だなと思ったことは、まあ、なんとなくの雰囲気で構築しちゃいけないんだなってことを思いました。まあ、どこが悪かったのか全然わかんないんで、トラッシュも全然できなかった。で、仕様とか基礎を理解するのってすごい大事だな。ここ理解してれば多分トラッシュもちゃんとできるんじゃないかなと思ってます。はい。で、そうですね。仕様書っぽいものもちゃんと作っておかないと、あとあと大変だなって思いました。で、最後、手順書ってすごい大事だなって思いました。どこが間違ってたか全然わかんなくなるので、ちょっと手順書を毎回、この作っていこうかなと思ってます。はい。で、目標は、まず環境を作ります。で、次の LT で、次の LT じゃない、次の OSC の LT で構築結果を話すことを目標にしています。簡単でしたがこれでおしまいです。ご清聴ありがとうございました。いいですね。やっぱり雰囲気で構築しちゃダメだよね。ちょっとそうですね。俺は今ちょっと反省しきりです。最近雰囲気でやってしまったのでなんか雰囲気で作ってなんとなくできてもなんだろうってなっちゃうんで、あの再現性がないみたいなね。そうですね。本当そんな感じですね。なんでちゃんと手順書とか作れば再現性はある程度確保されるんじゃないかなって思いますよね。でそれをこの前のなんだっけ、2ふくらエンジニアミートアップで思いましたね、はい、ちゃんと。手順大事です。はい、ちゃんと。使
ちゃんと事前。まあ、スパイラルなんですけどね、そこの、もちろん、なんか手順通りにやってみたけど、うまくいかないな、みたいなところから、なんでだろうって言って、ぐるぐる回るみたいな。ああ、そうですね。その度に書き換えて書き換えてで、ちゃんと出来上がればいいですね、きっと。ありがとうございました。というわけで、飛び入り、もう他にいませんか？他にいてくれるとすげえいい感じになるんだけど、他に喋ってくれる人は。はい。お、竹山です。あ、竹山さん。じゃあ、今の富谷さんの発表に触発されて、素晴らしい。若いもんには負けてられん。負けてられん。はい。でもね、ネタっていうか、ちょっと半分告知みたいな。ああ、全然いいですよ。深海のちょっとネタにもできるかなと思って、はい、じゃあちょっと失礼しますね。そう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 。はい。じゃあ、多分5分も使わないんで、適当に始めて大丈夫ですか？それとも、あ、なんか鳴らします。はい、画面共有してもらって、ね。あ、もう大丈夫ですよ。喋ってください。はい。オープンスーツユーザー会の竹山です。今日は、日本語入力のもずくの話を昼過ぎにひっそりとやってました。で、今日の話なんですけど、ちょっと今、オープンスーツアジアサミット2022のボランティアスタッフ募集っていう、アナウンスをしていて、これ締め切りが今月中なんですけど、まあ、今のところ、スタッフやってくれるって人はいなくて、まあ、海外も含めると2、3人ぐらいなんですけど、まあ、あんまり、集まってないんですが、ちょっと集まってないっていうよりは、ちょっとイベントをどうしようみたいなところの話をちょっと今日は趣味したいかなと思います。で、ちょっと募集の話なんですけど、オープンスーツアジアサミットで何かっていうと、オープンスーツの年一カンファレンスで、今まではオフラインでやってました。というのも、やっぱりまあ、アジア地域のメンバーのカンファレンスなんですが、普段メールとかでしか話す機会ないので、やっぱり会うこと重要だよねっていうことで、まあ、実際に集まってるってことは目的でやってました。で、ご存知の人はご存知かもしれないですが、2017年は、日本でやって、もう OSC でも散々いっぱい告知をして、OSC 会話からたくさん人を来てもらって、本当に嬉しかったです。で、まあ、そんなイベントなんですけども、まあ、皆さんご存知の通り、今集まれないわけですよね。集まるためのイベントが集まれないということで、まあ、結構苦労していって、まあ、去年はちょっとギリギリオンラインでやったんですけど、今年はちょっとオンラインとオフラインなのか、オンラインなのか、ハイブリッドでやろうみたいなことを考えてます。で、なんかちょっとパート2つに分かれていて、アジア全体パートっていうのはこれオンラインなんですけど、各地域にサテライト会場を作って、各地域は、オンラインでもオフラインでもどっちでもいいと。その地域の事情に合わせて手段を選ぶけど、まあ、この時間帯だけ、日本時間の1時から3時ぐらいがタイムゾーン的にちょうどいいので、ここは、一緒にキーノートとかをオンラインで中継しちゃってやりましょう。で、あとの残りの時間は、その現地の時間で、わちゃわちゃ、発表やってもいいし、ワークショップやってもいいし、飲み食いするだけでもいいし、オンライン飲み会なのか、オフラインでパーティーするのか知りませんが、やってもいいみたいなスタイルに、ちょっと苦肉の策でやってみました。で、このイベント企画してくれる、一緒に企画してくれる、ボランティアスタッフを募集してますってのはもちろんなんですが、ちょっとね、この後飲み会のフェーズと時間とかもあると思うんで、ちょっとやっぱこの、なんですかね、グローバルイベントをオンラインなのかオフラインなのかよくわかんないんですけど、どうやってちょっとやっていくかとか、なんかどうやったらこのオフラインとオンラインをいい感じに混ぜられるかみたいな、話をですね、ちょっとできればいいなと思ってますんで、ボランティアの募集もそうなんですけど、ちょっと皆さんのお知恵をお貸しいただければ、幸いです。ということで、私からちょっと飛び入り LT は以上となります。はい。ちなみに、そうだそうだ、日本ではもちろん当然イベントやるので、ぜひオープンスタックインストールできたら日本の枠でいいんで話してくださいね。わかりました。お願いします。いきなりスピーカーリクルーティングが始まるという。はい、ありがとうございました。また興味ある方は後ほどですね。で、まあ、ちょっと乗っかる形でOSC ね、さっき島田さんとかも言ったんですけど、うん、集まってやりたいんですけど、僕もね。
けど、なかなか状況が許さんなっていう、その規模感考えると、名古屋規模だと、オンラインでも100人から集まるからね。もっと ね、 ね、リアルになったら200、300、で、過去の実績だと400とかは集まってたわけなので、なかなか踏み切れないっていう、特にあの準備に3ヶ月以上かかるのが、サイクルで毎月あると、どのタイミングから、フルオンラインをやめるのかっていうのを判断するのは、どうしてもワンテンポ遅らせざるを得ないところがあって、費用がかかる会場ならなおさらですね。あの、リアルからオンラインに切り替えるときのキャンセル時刻が大変だったので。なので、一応考えてはいるんだけども、ちょっと、あの、ワンテンポ遅れる形にはなっちゃうかなというのが、だからサテライトイベントみたいな感じでできればなというのは僕も少し考え始めてはいるんですけれども、ですね、まあ地元勢が勝手にやるぐらいの方が最初はいいのかなというふうに思ってまして、はい、まあちょっとその辺も後でね、いろいろ話したいなと思います。はい、他に LT 喋りたい人はいませんか？もういない？大丈夫そうです。じゃあ染谷さん締めの言葉を。はい、わかりました。はい、それではこれをもってオープンソースカンファレンス2022名古屋のライトニングトークを終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。